西東京ラーメンクラブ。よっしゃ、西東京ラーメンクラブの関と、どうぞ。いつもらだ。はい、ということでですね。はい。もうちょっとバレンタインですね。いや、そうですね。ちょうど、魚族と1年前ですか。お、コーラセンさんのチョコレートラーメンをですね。やりましたね。そう、調査して、まあ、ユーモア溢れる。ああ、確かに面白かったですね、チョコラーメン。そうそうそう。まあ、いただいたわけですけども、はい、どうですか、はい、?1 年経ったんですか。いや、あっという間ですね。うん、あれ本当に始めたてだったんですよね、うん、ちょっとその動画と見比べてね。あ、そうですね、いただけたらいいかな。確かにこの時期やっぱりね、このバレンタインということで、はい、またまた後楽園さんで、おラーメン、はい、チョコレートのね、おコラボチョコレートラーメンが、お販売開始したということで、ね、今年はね、はい、去年とちょっと違う部分が1個あって。え、なんですか。ビックリマンチョコとのコラボ。ラーメン注文するとどうやらビックリマンチョコのシールがね、めっちゃいいですか。これファンの方たまらないんですか。そういった非売品プレミアですか、うん、シール求めていきましょうか。実際懐かしさも求めて、うん、食べていきましょうか。いきますか。いきます。いきます。西東京ラーメンクラブ。チョコラーメン、はい、2回目乾杯。はい、乾杯。やばっ。いやー、うまっ。1年越しですよ。どうですか、この間1年越しは。いや、だって短かったね。ね、あっという間だわ。あっという間だね。チョコレートラーメンをお聞きしておりまし、スタートライナーのチョコレートラーメンにお付けしておりまし、おはようございます。見てください、これチョコラーメンのスーパーデビル3枚いただきました。うわ、怖いすぎる。香りがすごい。香りがすごいね。いただきます。なんかさ、やっぱりさ、意外と甘くない。そうそう、最初の一口は、ね、醤油感ね、醤油感強いよね。いきます。え、普通にうまくない？うん、いいね、こう、この甘さとしょっぱさの絶妙なコラボレーション。意外とこの醤油だしね。そう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 、聞いてて、めっちゃ食べやすい。普通にうまかったですよ。うまいよ。なんか懐かしい味しますね。1年ぶりの。確かに懐かしい、うん、チョコに染まったチャーシューね。チョコチャーシューね。うん、肉の甘さとチョコの甘さって全然違うじゃん。ある意味合うんじゃないですか、ね、悪くないです。悪くない。うん、生ビール。お、どうですか相性。いいね、甘みと苦みだから。ラー油をね、入れてみようかって。いや、絶対合うじゃないですか。そうそう、めっちゃうまいんじゃない。どうか分からんけど、なんとも言えねえな。辛いのにチョコなんだよ、なんか不思議だね。意外といける。ああ、確かに辛いのに、そうそうそう、甘い。不思議だよね。お疲れ様です。はい、ということで、はい、後楽園さんでチョコレートラーメンいただいてきたんですけども、いただきました。お腹いっぱいです。いや、面白いっぱいですね。いや、面白かったですね、うん、久々に、まあ、食べたくなって食べたんですけども、うん、まあ、このね、甘じょっぱさ、ハーモニーが取れていて美味しかったです、はい、去年もね、同じこと思ったんだけども、はい、意外とチョコの主張がね、弱めというか、うん、あ、そうです。がっつりとね、もうチョコの味がダイレクトに来るのかと思いきや、お、意外とね、醤油の味の裏に
チョコの甘さだったり、うん、まあ、それを持ち上げるように縮んだ麺がね、はい、喉にスルスル通って、うまい、面白い一杯が好きならちょっとぜひいただいてほしいかななんて。そうですね、結構そんな甘すぎないんで、うん、あの甘いの苦手な方でも普通に食べれるのかなと思いますね。なんか磯丸感あります？確かになんかあんまり甘い、うん、甘くないよね、思ったほど。甘くないっす。なんかラー油と混ぜるとさ、面白い味しなかった。あ、ね、あ確かに。なんだろう、甘いのに辛いっていうね、矛盾した味が楽しめるっていうね、なかなか楽しいスープだったと思うよ、俺。あの一杯を味変するってこと自体多分ちょっとジャドーだけど。いや、ジャドーね、この。元が味変みたいなもんじゃん。確かに。おいチョコなんていうものができるらしいので、もっと甘くしたいなんて方は、うん、おいチョコもぜひ頼んでみて。そうですね、おいチョコもいいと思います、はい、もっと甘めが好きな方は特にスーパーデビルくん、うん、これもしっかりね、どっかに貼りたいと思います。そうですね、1年越しのチョコレートラーメン、はい、いや懐かしかった。この動画を見た後、ちょっとぜひね、去年の動画もあ、ぜひ見ていただきたいので、概要欄にリンク貼っておきますので。ありがとうございます。よろしければチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんな感じで、はい、はい、ラーメン、キャテルとたくさん紹介していきますので、はい、チャンネル登録と高評価ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら、また来年。